はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきましょう。またアルムで進んでいきますかね。上のところとか何もないけど、リゲルの谷、竜の河口ここさ絶対なんかドラゴンゾンビ出てくるよね。で、リゲルの滝か。まあ上に行きますか。リゲルの谷、特に入るとかはないね。あら、ほらほらほら、この音、これは地震だ、みんな気をつけろ。おお、ドラゴンゾンビが出てきた。竜の河口追撃戦。敵からか。しかもこれは編成も勝手に決められてるパターンだな。さてどうする。とりあえずマッチルド、あれ行けねえし、ここ行けないの。待って待って待って、まず魔法君たちをなんとか守らないといけないからね。任せてくれ。壁になるか。どうしようかな。ティータここにやって、シルクここら辺にして、リューテはね新刊になったんですよね。こんな感じでいいか本当かよ。でロビンだな。これ攻撃できるか。攻撃できるね。しかも倒せる。強えなで上のドラゴンゾンビは来るのを待とう。これだけか。とりあえず下はもうこいつらに任せるか。いくつ食らう。12。結構食らうね。いやこれも 12?11 か。でももう囲んであるからもう一発は食らわない。よしよしよし。ジークはね皇帝の槍を装備させたんですよね。回復させなくては。あらばだ。何クリティカルで倒せなかったか。ここはもう型がついたなちょっと待って、問題はこっちだな。17を減らせられるかどうか。ファイヤーは無理だね。オーラ、あエンジェルがあるじゃん。エンジェル使おう。だエンジェルだったらさ減ってるやつでもいいんじゃないの。いいね。これは回復をさせるというよりも殲滅をしよう。もう完全に。よしよしよし。であとはシルクとかって何かあったっけ。エンジェルあるね。いいねいいねいいね。21減ってるやつにしよう。あ結局クリティカルが出たか。でティータはエンジェルあるねいいねいいね。まあ、ちょっとティーテが危なかったけど、まあ割と簡単に倒したな。楽勝だったな。うん楽勝だった。結果的には楽勝だったな。でなんかバッテンになってんだけど、いけねえし。これどうすんの。下から回り込むとかそういうのもなさそうだしね。え分からん。これはあれかな、セリカをクリアしろってことかな。とりあえずじゃあセリカで行きますか。セリカとかもうちょっと編成久々で忘れたな。ドーマの門突破戦。え普通に戦うの。またマップ配置から見ますか。え誰これ。魔人、魔人ってしかも一般兵的な扱いか。ジャミルですですって。ちょっと効果見てみる。死の魔法それだけじゃ分からんわ。ちょっと待って、マップ配置で、あ上に超いっぱいいる。
マジか。そうすると騎馬兵コンラートとかをもうちょっと前に出すか。身支度的なのは大丈夫？ボーイとかってなんかなかったっけ。あ、グリモワールだ、そうそうそう、これ手に入れたんだよね。魔法防御が上がるな。よし、グリモワールをちょっと装備させるか。あ、サンゴの指輪、違う違う違う、サンゴの指輪が魔法防御が上がるのか。まあいいわ、これで。こいつらだよな、超危険なのは。私に任せてよ。こっから倒せるやつを倒していこう。こいつもな、魔法防御1だからな。食らったら多分即死の可能性がある。セーバーはちょっとあれだな、いけないな。パオラ、エストがそれなりに魔法防御高いからね。よし、 OK。 まずはちょっと左の方から殲滅をしていこう。こいつも前に出す、ちょっと危険かな。さあ行きましょう。セーバーも前線で、そうっていうかね、こいつはねワープしてくるからね、そもそも。ちょっと左に寄って左におびき寄せよう。倒してやるよ。任せる。誰にも負けない。ソニアって今なんだっけ、まだ魔導士か。バルコとかマジでやばいからな。ノーマとかな、強いのかどうかすらよくわからん。まだこれで一旦しのぐか。来たー。これはセーバーとかかな。セーバーはなんとか、うん、まあ避けられるしね。エストはおお避けてくれる。なんとかこの2人で壁になって。すげえな、回避がすごいね。こいつはちょっと防御が弱いけどなぜかかわす。来たー、こいつはまずいでしょう。うおー、15。しかし勝たせてくれた。魔法防御ってね全然上がらないからね。もうこれは素質的なもんなんだろうなきっと。しかもさ呼び出してくるのか。まあ、ガードイル自体はそんなに強くないからいいとして、できればこのターンで倒せるだけのやつを倒しておきたいな。結構減るな。黒魔法でサンダーが当たるといえば当たるか。ノーマは賢者だから回復ができるのかな。ちょっとエンジェル、違うエンジェルじゃなくて、エンジェルは弱いわ。倒そう、もうこれはオーラを使って。くおっ、まだね復活の泉を使ってないから最悪蘇らせればなんとかなるけど、ダメだ、届かない。ジェニーってリブローがあるよね。よし、ボーイはアローでいくか。6とかさ、でもノーマで回復できるよね。あれ届かないんだっけ、どこまで届くんだっけこいつ。ここは大丈夫か。倒そう、もうとにかく数を減らす。あれ倒せないんだけど。でリカバーで回復させて、助かった。遠距離で回復できるのがないとな。でサンダーで倒すか。うわマジか、両方かされた。それはちょっと予想外だよ。コンラートは魔法防御が高いから前線に突っ込ませよう。よし、こいつを倒せる。貴様のために祈ってやろう。
困難とあれか、仮面つけてるから戦闘時はわりかしかっこいいね。まず弓は絶対当たらない力1人入る。ちょっと待って、ただしジェシーはそこそこ高いな。セリカで倒そう。よし、レベルアップ。戦い方が見えてきたの。次も期待してね。で、パオラだな。パオラでこいつを倒そう。46%か。まあでも当たった。ヒットポイントが減ってるってことはもう魔法も使えないってことだ。そうだそうだそうだ。倒そう。よし、レベルアップ。やだ、私また強くなっちゃった。一応ね、レベルアップでもね、上がるは上がるみたいなんですけどね、全然上がる確率は低いんで。よし、セーバーを出そう。これはセーバーとコンダーとちょっと突っ込ませる形でいくか。申し分のない働きだ。あとはちょっと減ってるやつらか。カッチュはエストあたりはすぐ援護できる位置にいて、もうここら辺の剣士軍団がな、微妙なんだよな。調子いいぜ。まだ魔法はいるからね。あ、え、だ、な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 んだすげえよくわかんない、木を放ち出したんだけど。ちょっと聖女をここにやって回復しよう。一応メイちゃんリカバー使うか。やだ嬉しい。あとノーマン、こいつもリカバー。エストも若干減ってるけどな。トークができる、トークしとこう。どうしたレオ、おとなしいな。うん、私反省しちゃった。兄貴の乗り越えた苦しみに比べたら私の悩みなんてちっぽけなものよね。悩み？お前悩みなんてあるのか。失礼ね、そりゃあるわよ。好きな人が振り向いてくれなかったりとかさ。うん。でもいいの、たとえ叶わなくたって誰も何も恨んだりしないわ。私その人を好きになってよかった。ただまあレオは先へ出すか。削れるやつを切っておこう。もうちょっとねスピードがあればな。こいつ2回攻撃できれば絶対強いのに。ってこれどっやっていくの、こっから扉で行くってこと。あんまりたら突っ込むとな、危険そうだからな。まあ悩みどころだけど、そうだな、コンラとは前に出しておこう。でこいつもここでいいか。あとの剣士部隊はまあ適当に。大地の精霊よ、おメガクエイク、我が呼びかけに応じよう。ゲゲゲ、何これ何これ何これ、ゴアちょ待って、誰がいくつ食らったのか分かんねえ。10いくつとか食らったよね、やばくない？あんたも運がなかったな。ちょっと待って、ソニアとかすっげえ減ってんだけど。あっぶんね、クリティカル食らったよ。
全然減らなかったけど、もともとが1だったんだな。あぶね、セーバーちょっと前線に出しておいてよかった。もうこいつはどうでもいいわ。ジェシーとかね、大したことないね。剣士レベル3だからね。ちょっとレイビアじゃなくてさなんか普通の剣を装備させた方がいいね。鎧系はいないからな。ちょっとマジで待って。とりあえずわけわからず回復してったけど、こいつ外から攻撃しよう。こっからいけるっしょ。いける。デスはでも食らわないはず。クリティカルは 34%、 攻撃は2回できる。命中率は 50% だけど、クリティカルが出ればまあなんとかっていうところだ。ローマ様の教えを返せぬ愚か者どもめ。クリティカル割ってないか。防御力が高いね。次は撃ってこないはず。待てよ、これマジで待てよ。リブロでこいつを回復させて、助かったぜ。でセーバーを突っ込ませよう。突っ込ませようってさ、どっからこれ扉開けんの、どうやって扉開けんの、それが分からん。エストとか、いや、やばいわこれ。ちょっと待ってよ、マジで待ってよ。これ絶対さ、上から回り込んでっていうパターンだよね。そうするとよ、そうするとここで、いやー1残るんか。コンラーと槍だったら手槍とか装備させてもよかったかもな。ちょっとマジでまずいぞこれ。セーバーとりあえず上から突っ込むか。じゃあコンラーとも移動力が高いから、で聖女の周りにいて少しでもヒットポイントを回復させるか。セリカも中に行こう。でこいつここで、こいつここいつでも行けるぞ。でこいつここに置いて、死なないっていうんだったら別にいいけどさ、死ぬってなったらかなりやばいよな。これでちょっと終わりにする。で多分貯めるよね。お見通しなんだよ。でこいつも多分セーバーで倒せるはず。よし、ナイス。あと魔人とかいうわけのわかんないやつがいるかな。レベルアップ。よしよしよし、オッケーオッケー。俺に任せとけって。もうこれはこれで鬱陶しい。あ、まだ大丈夫か。よしよしよし、次もまだ大丈夫だね。先へ進もう。任せろ。でこっから、ま、攻撃できるだけは攻撃しとこう。クリティカルさえ出てくれればいいんだけど、ピコン、ダメか。セリカ、一応リブロでセリカを回復させておこう。セリカセリカセリカに合わない、あった。助かったわ。誰にも負けないわ。パオラとかだってさ、突っ込ませるのもまあまあ危険なんだよね。任せてちょうだい。いやー無理だよ。いつでもどうぞ。
ステリカは11か。ライナロックってなんだっけ、めっちゃヒットポイントが減るな。エクスカリバー、いや13も、待て、マジで待って。32、必殺さえ出ればな、多分一発なんだろうけどな、ちょっと怖いな。ダメだ、セーバーとコンダと特攻するしかない。いやもうこいつらは大丈夫。しつこいな。いやこれはもうね、1人2人完全に強くしてそいつを突っ込ませるっていうのが一番いいわ。そうか、今度だと聖なる槍か。ガーゴイルとかもね超めんどくさいんだけど、これ全部コンラートに来て全部コンラートは排除するでしょう。ああこっちに来たか、いくつから。まあもう一回食らっても持つは持つんだよね。多分3ターンに1回くらいか、あのメガクエイク使ってくるのは。いやレオスピードが足りない、スピードが。あまだ使ってこないか。よし、その間にこの祈祷師みたいなやつをぶっ倒す。かわしてくれるとありがたい。よしナイスだ。あーしんどいな。であとこう魔人みたいなやつが何なの。魔法防御高いね。ディフェンス自体はコンラートとセーバーだったらセーバーの方が全然強いんだけど。じゃあちょっともう一回突っつくか。よしクリティカルが出たけど、こいつ自体もね防御力高いんだよね。いや待てよ、こっから、あいけねえか、さすがに無理か。少しこいつら前線へ押し出すか。絶対大丈夫な位置にしよう。移動力は高いから。でメイちゃんで回復させて、もう一回食らう前には多分排除はできるな。でちょっともうあとは無理か。ボーイとかもな、来るか。怖いよデスとか引いて19になった。うわ魔人が来た、ミス。しつこいね。あんたの運がなかったな。結局魔人の強さがよくわからない。よし今度あとは回復してくれて次だね。これはここで確実に排除する。クリティカルが出てくれれば一番ありがたい。無理か、キラーンキラーンは無理か。そしてセーバー、2回66頼むぞ。無理か。よし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 。ドーマのカゴがあらんこと。いやマジで危ねえわこいつ。でみんな頑張りましょう。エクスカリバーでこれ死ぬじゃん。リカバーで回復させて、エクスカリバーで、まあ、倒せるは倒せるからな。 OK。
やっぱり無双キャラクターが必要だね。よし、オッケー。あとは変な下の魔人だけか。魔人とか動かないんだけど。じゃあこれをライナロックとか使ってみる。倒せない。エクスカリバでクリティカルを狙った方がいいかな。やっぱりね、ある程度クリティカル率が高ければクリティカルを狙った方がいいね。いやー、ちょっとあのメガクエイクには焦ったけど、セーバーが無双してくれたから。やっぱ無双キャラだな。無双キャラ必要だよ。もう剣士軍団がさ、ほんと役に立たないんだけど。バルポとかも最近マジで役に立たない。まあそれはしょうがないとして、これ何、どうすればいいんだこっち。まあ分からんけど、だってあとジュダしかいないからね。あとドーマの塔とか多分行くんだろうな。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。